マイナス31カモフカマイナス31はソビエト海軍のために開発された軍用ヘリコプターであり、現在ではロシアとインドで早期警戒機として使用されている。NATO コードネームはヘリックス D カマイナス60、62系列以外のすべてのカモフヘリコプターと同じくカマイナス31も同軸反転式メインローターを備えている。機体は カモフカマイナス -27 を基本としたものである。外見上の大きな特徴の第一は、早期警戒用の大きなレーダーアンテナであり、使用中は回転しているが、それ以外の時は折りたたまれて、胴体下に収納される。第二の特徴は、コックピット下の大きな電子工学センサー装置の省略である。また、レーダーの邪魔にならないように光着装置は引っ込め式になっている。 カモフシャは1980年に海軍用中型ヘリコプターカマイナス31の開発を開始し1987年に初飛行を行った。この開発はアントノフアンマイナス71艦上早期警戒艦正機がキャンセルされたことのへの対応であった。アンマイナス71はソ連海軍初の本格的航空母艦。 アドミラルクズネツオフに配備されることを目的としていたが、ヤコブレフ約 -44 が採用されたため、キャンセルされた。約 -44 はその後も開発が進められたが、ソ連海軍はそれまでの空白を埋める手段を欲し,し、海上での別の有効なエプラットフォームの研究を開始した。MAX2007 でのカモフカ -31、艦艇からのヘリコプター運用の豊富な知識に基づき、 ソ連海軍は、すでにテスト済みで信頼性のある、カモフカ -27 を選んだ。カモフ設計局はその時カ -29 の開発を進めていた。22ノブゴロド電波技術研究所は、すでに同じ設計のアン -71 用レーダーの設計を行っていた。それらの要素は1980年に一体化され、カ -29RLD と名付けられた。 レーダー開発に時間がかかったため、初飛行が行われたのは1987年になってからだった。カマイナス -29RLD-31 の生産型は結局原型のカマイナス -29 とは大きく異なるものとなった。カカモフマイナス -31 の主な相違点は以下の通りである。カマイナス -29 からの主な技術的変更点はエンジンの乾燥。 APU 及び最も重要な副油圧システムの追加である。レーダーは 20E ノブゴロド電波技術研究所設計の e 8 0 1 m o コである。また配備された実用型にはテールコーンの中にサンクトペテルブルク・レニングラード電子研究所が設計したフライトインフォメーションレコーダーが装備されていた。その後、約マイナス44がキャンセルされたため、 指揮管制に関するカ -29RLD、カ29 -31 の責任は一層重大なものとなった。カ -31 は公式にはレーダーピケット機に分類されているが、数々のアップグレードが行われた結果、A ワックス級の機体にまで格上げされている。開発と試験は1987年から本格的に始められたが、1980年代の 終わりから1990年代初めにかけては、政治的混乱と国防予算削減によって難航した。結局1995年になって、非常に限られた数のカマイナス31が、ロシア海軍に納入され、アドミラルクズネッツオフ級航空母艦とソブレメン類、旧駆逐艦に配備された。インド海軍は1999年に4台、2001年に5台、 カマイナス31のレーダーを発注した。ヘリコプターの全面的生産は2002年に始まった。4機からなる最初のバッジは2003年4月にインド海軍に収益し、第2のバッジは2005年に納入された。インド海軍は空母を保有しているが、カマイナス31は空母や駆逐艦からだけでなく、陸上の海軍航空基地からも運用されている。 インド海軍によるこの運用は、かマイナス31の大きな欠陥、すなわち本機の運用にあたって求められる、重たる要素である行動範囲の狭さを明らかにした。そのため、ヒンドス対航空機はヘリコプターからヘリコプターへの燃料補給システムの試験を命じられ、おそらく改造を行ったものと思われる。また、 インド海軍では、カマイナス31は12チャンネルレシーバーに対応し、リファレンシャル GPS を参照するオプションを持った、アブラス GPS システムを装備している。これは、クロンシュタットが自ら設計したものである。後のバッジに属する機体は、デジタル地形マップ、地面近接警告、障害接近警告、事前プログラム経路自動ナビゲーション、フライトスタビライゼーション、 母艦への自動機関、着地機能、それに機体の戦術的状況に関する情報を特徴としていた。同系列同登機、ありがとうございます。